はいどうも、せつなです。ということで、いやーもう受験の時期ですよね。僕もね、1年前は高校受験とかでいろいろ忙しかったわけなんですけど、僕ね、周りの人より早く受験が終わったんですよ。まあなのでね、みんなが切羽詰まってる時に余裕ぶっこいてるっていう、ほんの少しだけ勝ち組の気分が味わえました。どうでもよ。ということで今回もやっていきましょう。面白画像に突っ込んでみた第2弾ということでね、まあ第1弾は概要欄に貼っとくんで、皆さんぜひ見てください。この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、あと Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではどうぞ。これはかなりヤバいですね。ちょっと見た、これはテレビショッピングですね。タブレットかなんかを紹介してるんでしょうか。うんこ女。おお、ダメダメダメだ。おお、髪型どうした。おお、お前もどうした。これは野球選手にインタビューをしているところですかね。おお、かけすぎや。これは強度が十分な家と不十分な家を並べて耐震テストをしていますね。おお、最悪な展開。これはアナウンサーがリポートをしているシーンですかね。おお、入っとる入っとる。おお、怖い怖い。おお、切ったね。これまたテレビショッピングですかね。おお、買う気失せるわ。うちの嫁。何があった。強い地震、関東地方で。インド5弱。インド5弱。座って飲める、立ち飲み、中腰。圧倒的矛盾。巨人より移籍が決定。福井啓司選手、年俸推定1000円。おお、クソ安。山本真理子容疑者、1200万円相当のサティカを万引きした疑いで逮捕。もう高すぎるやろ。